やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんの時間だよ。今回紹介するのは、TRN の TA シリーズ。正直、結構好みがざっくり分かれるラインナップ。TRN は、中国系低価格ブランドの中では特に名前の知れたブランドだ。もともと、最低価格の超マルチドライバーイヤホンを主力に戦ってきたブランドなんだけど、さすがに数乗せて鳴らせば強い、の理論にも、物理的限界がやってきた。現在、TRN のハイブリッド型イヤホンの中で、最もドライバー数が多いのは、旧ドライバーの VX Pro。これが綺麗にまとまってるのは驚きだが、これ以上ドライバーを増やしてもな、というのも正直なところ。そこで TRN、考えた。構成をシンプルに戻しつつ、1グレード上の部品を使って、でもお値段は安く抑えたモデルを作ったら、これがうまく成功したのが、TA シリーズ、というわけ。TA シリーズの中で一番最初に登場したのが、TA1、8mm のダイナミックドライバーに、以前より1グレード上の BA ドライバーを搭載している。さらに、金属製の外装は、重量のある亜鉛合金。結果、バランスが良く、それぞれの音の精度も良い1台に仕上がった。過去のモデルに比べて、特徴的なポイントは少ないんだけど、でも、じっくり聞いても荒が出ない、でも最低価格に近い1台。ちょっと装着の深さで音が変わる特性があって、シンプルな構造ゆえに、人によってはグイグイ押し込んで装着したり、逆に耳の入り口で止めたりする。基本的に、押し込めば押し込むほど低音の減衰が減り、かつ高音域がアグレッシブになるので、より派手な音になる。逆に、浅い装着で留めると、バランスが良く、おとなしいイヤホンになるな。これによって、結構レビューにばらつきが出た。僕は過去にドンシャリで最初のレビューを書いてるぞ。ただ、ドンシャリに感じても、フラットに感じても、このイヤホン、価格帯の中で最も優秀なハイブリッド型の一つだ。外装にも高級感があって、初めてのプレミアムな有線イヤホン入門に、すごくおすすめの一台となっている。Amazon などでも安定して販売されているのも、おすすめの理由だな。そこからしばらく時間が空いて、今度は TRN TA2 が発売された。TA2 は、TA1 の上位機種、という触れ込みなんだけど、その構成は大きく異なる。確かに、構成だけ見てみると、TA1 が、1BA1 ダイナミックドライバーの2台のドライバーを組み合わせた構成なのに対し、TA2 は、2BA1 ダイナミックドライバーと、1台増えた構成だ。ただ、外装が大きく変更されていたり、低音側を担当するドライバーも異なったり、そして一番大きい違いは、音色の傾向が全く違うこと。ウォームさを残しつつ、金属質な鳴り方だった TA1 に対し、TA2 は、感触なイヤホンが多い TRN の中でも、かなり極端に、柔らかくて温かみのある音だ。初めて聞いて困惑した人も多いはず、高音域を担当する BA が増えているはずなのに、むしろ高音はすごくおとなしい。ほぼ同時に、TA2 の兄弟機の TA も発売された。こちらは、1BA1 ダイナミックドライバー。一番シンプルなハイブリッド型だな。TA1 と同じ構成なんだけど、このイヤホンの音色は TA2 に近い。柔らかく、あまり刺激のない音色だ。TA2 および TA は、TA1 とは別物のチューニングを行われている、と思っていいだろう。そんなわけで、TA シリーズは、寒色の TA1 と強い暖色の TA2 に大きく分かれたんだけど、つい先日、新型ベリリウムメッキダイナミックドライバーと、金属外装を引っ下げて、TA1 の改良版、TA1 MAX がやってきた。確かに、TA1 同様、金属音が気持ちよく伸びるチューニングになっていたんだけど、ダイナミックドライバーが 8mm から 10mm に変更になっていたり、そもそも、振動板が樹脂振動板だった TA1 から、ベリリウムメッキが施されたりと、外観が見せられた別物、という印象が強い。背面の開放度も上がっていて、今回取り上げる4機種の中で、最も個性的な音色だ。金属音は響き、低音は沈み込み、そして抜けと切れが大変良い。初心者が初めて触っても衝撃を受ける素晴らしい音色なんだけど、できれば先に TA1 無印を一度触っておいてほしいな。これはかなり攻めた音色なので、もちろんこれから始めてもいいけど、次に来るイヤホンの予想がしづらくなっちゃうと思う。金属外装も TA1 に似せてるけど、重量がある亜鉛系合金の鋳造タイプから、軽量で高音が響きやすいアルミの切削加工に変わっていて、本当に似せただけの別物だ。もちろん、残響なども全く違って、この TA1 MAX が一番あっさりと残響が収まる仕上がり。同じ TA を名乗るイヤホンでも、こんなにそれぞれ違うわけだ。これはあくまで個人的な感想なんだけど、僕がおすすめする TA シリーズは、樹脂外装の TA2 と TA を除いた、TA1 と TA1 MAX だ。より音に重みが欲しい人、自然な音色、天井と壁を感じるけど、適度に広い空間表現、かつ、ハイブリッド型の強みをくっきりと表現している一台となる。中華ハイブリッド、特に低価格モデルのお手本みたいな音で、どんなジャンルにも対応力があるぞ。
セール時でなくても、破格の値付けだと思う。それから、THMAX、より安価な TH の方に目が行くかもしれないけど、価格差にふさわしい変更は施されている。特に注目したいのが、ベリリウムメッキ振動板を使っているダイナミックドライバだ。より金属音がきらびやかに響き、低音にも厚みと量感が生じる。かつ、THMAX は、同価格帯に存在するライバルに比べ、解放度が高く、残響をあえて減らすことで、あっさりとした音色に仕上がっているぞ。それでいて、解放度が高く、突き抜ける音なのに低音にもきちんと量感がある。かなり個性的で、似たようなイヤホンと比べても、解放度の高さがそのまま個性になってるぞ。もちろん、完成度も高い。また、TH と違って、装着が個人で大きく変わらないようになっているのも特徴だ。というわけで、まず定番としておすすめしたいのが TH。ラインナップの中にとどまらず、完成度の高い個性派としておすすめしたいのが、THMAX だな。TA と TA2 をおすすめしない理由は、この2台も決して悪いものではないし、好みによっては高評価になりそうなんだけど、手元に届いたものは、マルチドライバとしては音の切り分けが苦手で、1ダイナミックドライバのライバルが多い今、実際に聞いて気に入る場合以外、ちょっと埋もれそうな印象があるから。ただ、これは裏返すとウォームで、音がうまく混じっているということ。もちろん、音の偏りもないし、変な曇りなどもない。ただ、TRN はあっさりと響きの少ない音色のイヤホンを多く出してるブランドなので、この2台については、やっぱり気に入ったらどうぞ、くらいの温度感だな。というわけで、僕のおすすめは、TH と THMAX。TA が好きな人は、コメント欄でぜひ良さを語ってほしい。ここら辺はみんな好みで評価が変わるから、持ち寄ってワイワイ話すのも、イヤホンを聞き比べる楽しみの一つだからな。といったところで今回はここまで、